橋本環奈は芸能界に入る前は月一はスカウトされていて街を歩くとスカウトは全員がされるものだと思っていた橋本環奈は仕事の休みに久しぶりに高校に行ったら学校がさらちになっていた橋本環奈は高校生の時に学校にデリバリーピザを頼み教師にばれてピザを没収された 橋本環奈は潔癖症で、玄関に靴を置かない。